皆さんこんにちは、チェです。今日はこちら、今日はですね、メイクではないんですよ。日頃結構ね、インスタとかこのね、 YouTube のコメントでもそうなんですけれども、髪型ってどういう風にオーダーしてますかっていうコメントを結構いただくんですよね。ありがとうございます。それで私がね、こう口説明してもなんとなく伝わりきらないかなっていう風に思ったので、今日はいつもお世話になっている表参道のヘアサロンナルーさんに、あのね、カメラごとお邪魔しまして私がね、こうカットしていただいている様子とか、こうヘアをね、仕上げていただいている様子を撮影させていただきました。今日はね、ちょっとカットが分かりやすいようになるかなと思って、これがね、洗いざらしの感じなんですよ。結構ね、私ズボラなので、そんなにあのヘアメンテナンスとかっていうのは得意な方ではないんですよ。なので本当にね、綺麗にね、今風な感じで巻いてるような方がいいっていう人は、ね、そちらのチャンネルをご覧に行っていただいて私は逆にその巻いたりしなくても、ざっくりこう髪型がこう決まるようにカットしていただいてるので、そういう感じのカットの仕方とかが気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。いけますよね。ビフォーの感じが、これがビフォーの感じです。どんな感じですか？パサパサ？パサパサですね。結構。2ヶ月経ってますもんね。2ヶ月以上経ってるじゃないですか。経ちましたか？経ってます。今日はじゃあカットは、どうします？気になるところ。特にドラマチックな変化は望んでないんですけど。はい、顔周り少し。レイヤーを入れましょうかね。顔周りにレイヤーを、はい、You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear.新色のカラーがマッシュルームブラウン、このちょうどこういう感じかな、こんな感じのちょっと紫が入ったようなブラウンになるみたいです。楽しみ。わー、超まとめとってすごいね。もっと分かるかな。あ、いい感じすごいいい感じ。背景になってます。はい、hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something.
で巻いていただきました。髪色見えるかな、ちょっとね紫とシルバーがね効いてる感じのクールトーンなんだけど、クールすぎず、ちょっと絶妙ですよね。絶妙ですね、うん、でちえさんハイライトが入ってるので、その部分ねよく見ると、その出したかった色がマッシュルームそう、ね、ブリーチしてるのがやっぱ一番綺麗かな、こういうですね、はい、綺麗綺麗お店の紹介をしてください。こんにちはよろしくお願いします。こちらのお店は表参道のヘアサロンなるです。あれですか、砂田さんに言った方がいいんですか、はい、それとも普通に、私でもいいですし、ちえさんの YouTube もしくはインスタを見たって言っていただければ 20% こんな感じで切っていただいてます。いつもありがとうございます。砂田さん、こちらこそありがとうございます。見えづらいはい、ご覧いただきましたがいかがだったでしょうか。こうやって私の髪の毛は作られています。動画のね様子を見ると分かると思うんですけど、もうちょっとね紫っぽい感じだったかなと思うんです。今ちょっと分かりやすいようにね黒のトップスを着てるんだけども、今はちょっとまあ落ち着いたブラウンかなっていう感じだよね。まあ、人の髪って本当にね個々の個性が違っていて、本当肌タイプと一緒だよね。私は結構固めの髪の毛で、まあ、長さはね、まあ、ロングになるのかな、重たい重たいです。なのですごく軽くしてもらってますね。長さがあってウェイトがあるからそこまで広がりやすくはないし、そういうカットにしていただいてるんだと思うんだけど、もともとねすごく広がりやすかったりするクセっ毛なので、本当にね砂田さんのカットにありがとうございますっていう感じですこうやってねレイヤーを入れてあげるとこんな感じでさらっと決まったりするので、もしね次美容室行くときにこういう髪型にしたかったんだよなっていう方は参考になったら嬉しいです。ファッション番長でも何でもないので参考になったかなっていう感じなんだけども、砂田さんの技術はすごく素晴らしいです。なので近くにお住まいの方、または本当にね髪の毛髪型っていうのに命をかけていて、もう髪型っていうのはさ本当に一回切ったらさ切っちゃったままで結構長い間いくじゃない。だから結構私にとっては大きなことであって、値段とか場所とかいろいろね合う合わないあると思うんですけれども、参考になったら嬉しいなと思うので下にリンクを貼っておきます。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。